えー、44歳おっさんです。44年の経験と某掲示板の情報から男女で相対的に女性の方が実はうんこが好きなのではという仮説が生まれました。男がやったら寄付するわりに女性は妙にうんこに寛容なエピソードがいろいろ見られました、えー。女性は長い間お腹を痛めてひねり出したうんこに模型炎のようなものを感じるのか、生理と同列のものと見て悪いものとは見ていないのではないか、うんこは嫌いな父親からのしつけで辛い思いをしているのではないか、威力者の見解いかがでしょうか。 いやー、これね、結構ね、同意する部分があるんですよね。あの、知り合いの女性で、その、まあ、子供が自分の股から生まれるというのが分かった。子供時代ね、あの、自分の下うんこをずっと瓶で食べ続けて、で、それを隠してたらしいんですよ。で、結構な量を隠してて、 んで、ある時、親に見つかったんですよ。で、まあ、親が、その自分の娘が、あの、大量にうんこを保存しているというところがわかり、この気違いって自分の娘に対して母親が言った。 っていうのを聞いて、あ、やっぱりそういう人っているんだ。で、まあこれはたまたまその人が女性だったのかもしれないですけど、ただ、その、その人曰く、やっぱ股から出るものに生命を感じるみたいなことを言ってたんですよ。で、なんかほら、人形とかっていう生きてないものをみんな可愛がるじゃないですか。だから、生きてないものを可愛がる。 だから、それはうんこも可愛がるっていう、じゃあ論理的には成立してるっていうのがあって、だから、まあまあまあ、だからやっぱ男性はほら、子供を産むっていう機能がないから、もう、こっから出るものは全て捨てるものなんだよ。もう、その下から出るものは捨てるものです。 あの、見返したりとか大切に思う必要はありませんなんだけど、女性の場合は割とその、捨てるもの以外が出る可能性があるっていう意味で、そこに思い入れがある可能性もあるんじゃないかなっていうのがあって、